皆さん1年間熱い声援ありがとうございました。たくさんの応援や、たくさんの嫉妬激励、とても感謝しています。それが皆さんの僕へや、嫉妬激への期待だと思うので、これからもその期待に応えられるような、プレーや活躍をしていきたいなというふうに思うので、これからも、そういった応援や嫉妬激励お待ちしてます。ありがとうございます。